ヤクルト。よーい、スタート。よーい、スタート。こちら確認取れまして、これで本日終了です。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。終了になります。ありがとうございました。はい、あ、ヤクルトも、はい、飲ませていただいております。ヤクルトはですね、本当にちっちゃい時から私も大好きでよく飲んでましたし、まあ、私の子供もちっちゃい時から好きでよく飲んでいたので、やっぱりお話来た時にはヤクルトのコマーシャルがと思ったんですが、けど化粧品だということで、すごく興味が湧きましたし、実際でもそういうお話をいただいて、すごく、はい、嬉しかったです。ハウススタジオということもあり、本当に自然光が入ってきて、風も本当に実際吹いて、自然な風が吹いてきて、リラックスして撮影することができたので、楽しく、はい、撮影できました。
そして今回はラクトデューのコマーシャルソングも実際歌っているので、それもまあちょっと本当に口ずさみやすいCM ソングになっていますので、ぜひ覚えて一緒に歌っていただきたいなと思います。ローションとミルクとあとクリームを使わせていただいてるんですけれども、まあ、本当にすごくしっとりしてるっていうのが最初に、あ、なんかもう本当に浸透しそうだなという肌触りというかいう感じがすごくして、まあ、本当にお肌にスッと馴染んでいく感じがすごくあって、まあそうですね、お風呂上がりとかにも本当にすぐつけたり、なんか結構本当に顔だけではなくて首とか手とかにもつけるとすごくいいなっていうのは実感させて、はい、いただきました。ヤクルトさんが研究開発にこだわって作ったとお聞きしていたので、それはなんか本当に納得だなと、はい、思いました。やっぱり本当に乾燥しないようにというのをすごく心がけているので、お風呂上がりにすぐまず化粧水、そしてもうミルク、クリームとって塗るようにしてますし、あとは、そうですね、もう何年も行っているんですけれども、ホットヨガとか行ったりして、こうやっぱりたっぷり汗をかいたりとか、あとジムとかで泳いだりとかして、なんかこう代謝を上げるということを心がけて、はい、やってます。近いといえば近いですけど、まあ、シャツとかはねあんまりお家では着ないですけど、まあ、こういう本当にこう緩やかなズボンに T シャツみたいな感じでいることが多いので、まあでも本当にどちらかというと普段に近い形での洋服というか衣装だったので、はい、心地よく着させていただきました。自分がこう好きなことをやれてるという意識を持ってやっているので、それが本当に一番なのかなって思いますし、あとはこう常に自分らしくできてるかなとかっていうのをこう意識してやっているので、まあそれがあるのとないのとはちょっと違うのかもしれないですね。はい、本当にライブというかコンサートが大好きで、ライブをずっとやっていきたいなと思っているので、まあ、年齢とかに、まあ、なんか本当にとらわれず、自分が今できることをステージの上で自分らしく表現できていったらいいなと思いますし、まあ、特に、まあ、本当に私とかと同じぐらいの年齢の方が、まあ、私も頑張ってるんだから自分たちも頑張ろうってなんかこう思って、少しでも思っていただけると嬉しいかなって思います。はい。